春雨じゃ濡れて帰ろう。ダメダメ風邪ひくよ。今夜も最後までよろしくね。ケイちゃんとブンちゃんのベイジング868。なんでアクセントが ページをめくると懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ、ページング868。こんばんは、ページング868。お相手の文ちゃんとけいちゃんです。この番組は FM86.8MHz ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りいたします。今晩も最後までよろしくよろしくよろしく、 よろしく。はいはい。春雨ってお腹すくやし。あーそれ美味しいよね、春雨ね。白滝はカロリーが低い。低いけど、ね、春雨も高くないじゃない。まあ春雨はなんかあるじゃない。まあお米だから ね一応。そうそうそう。いいじゃん。でも大好き。なんかあっちのだタイの。タイの。春雨。とうとうとうそう。とう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 マーサンとうみたいな。フォーとう。お腹すいた。春雨じゃーって昔のあれね、あのあったさん当たってる？え？何？春の雨のこと？春の雨、そう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 。だよね。うん。濡れて帰ろうとか言う。ダメダメ風邪ひくよ。ぶり返すんだ。ね。てか寒いでしょ。寒い。寒い。あの数日間のあの暖かさは何ね？あれでも体はね暖かいのに。そうそう慣れてきた。完全に夏に向かって。そういたのにまた。扇風機とさあのヒーターがストーブだ。ストーブが2つ横にある。同時に置いてるわけだ。そうそうそう。じゃああれじゃない、あの温まった空気を扇風機で回す。いいね。違う違う違う。いやいやいや、広げるためにはこう、いいかもよ。なんかもうわけわからん。いやこんな、ね、こんな、ね、天気のあれだからね、いつまで続くのかなみたいな。だけどこれで体調ね、もう本当に気をつけないと、ね、寒くなったら。ずっとよね、2、3ヶ月いってない、この話してない。してるかも、ね、本当に、まあ、お互いにインフルだったりね。体調悪くしたりもしたからね。でも本当に昨日急にまた冷えたじゃないですか、うん、朝昨日だったよね。朝暑かったから、うん、半袖で来てる人がいるわけよ。帰り、そうそうそう、帰り寒そう。なんかよくさ、パレットくも、くもじ前で、くもじ？くもじ前でインタビューするじゃん。うんうんうん。なんか自分もあの月曜日だったかな、こっち県庁前でちょっと、うん、あの講習があってインタビューされた。うん、隣の人が捕まってからインタビューされて、何の質問かわからんけど、1たす1はなんかこれなんだって思った。パレットくもじ前やしみたいな。そうそう。もう安易すぎるよ ね人が集まるからってね、うん、ダメだよね、うん、もっとなんかこう石川のこの交差点で、ねね、本当よね、やってくれたらいいのにね、うん、本当よ。人がいないのかなって皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、ファックスの方は 965-4868。そして、E メールの方は 868@fmurma.com。868@fmurma.com まで、皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。書けんかなよ。さあ今晩の1曲目お届けいたしましょう、はい、うん、もうこんな天気だからこの曲を選んでみました、うん、大江千里さんでレイン。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 そして E メールの方は 868@fmurma.com 868@fmurma.com まで皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。計り知れない危険性、うん、危険ドラッグは繁華街の店舗やインターネット上で堂々と販売されており、覚醒剤などより安価で、入手しやすいため、その蔓延が心配されています。うん、蝕まれる心と体、危険ドラッグには覚醒剤より強い依存症、中毒性ですね、があると言われています。一度手に出すと、手にすると、うん、使わずにはいられなくなったり、入手するために犯罪に手を染めたりすることもあります。本人には多くの、精神障害や健康被害を及ぼします。もうこれ分かっているんですけどね、最初は無料で配ったり、ちょっと試してもらう的なね、いい気持ちになるぜみたいな誘い文句で、もう次ね、やっぱり依存症なるじゃないですか、ね、その時はもう価格がググもう、ね、ぐんぐん上がっていく。そう、これだけじゃなく、あと疲労感、倦怠感、吐き気、痙攣、妄想、妄想とかね、錯乱状態、暴行、交通事故、もう全部わけわかんないですからね、いいことないじゃないですか、呼吸困難、意識喪失、あと命をなくしてしまう、どうだろうね。このネットでさ、面白半分でさ探して買ってみようぜっていう時はすごい多分安い値段だすね。最初、本当に最初だから ね、そう自分のねプライバシーもあれされるから、そう、しかもこのネットで買うときにね、だんだん脅し状態でなってくるから ね、はい、昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、高校生、大麻、大麻ですよね、あれもちょっとびっくりした。もう低年齢がどんどんして、うん、それだけがなんか気軽に買えるっていうとか、アネットで栽培のあれもね、あ、それはあるでしょうね、確かにね、だけどそう簡単には栽培できなさそうじゃない、結構あの大麻、大麻草だっけ、あの熱がないとダメみたい、はは熱くないとダメみたい、あとね、バレる、絶対バレるって、なんでかって言ったら、聞いたことある、独特の匂いが、ね、するんだって、ダメだよね、バレるのにね、っていうか、いいことないの、本当に、いいことないですからね、普通にね、健全にスポーツの後の、ね、プハー、そうこれ大人か、泡の出るやつね、これ大人か、プハー、あのカラオケで歌ったりね、そっちの方面で ねストレスを発散して、はい、っていうのが大事ですから ね仲間も多いしね、こういう普通のね、健全な、はい、生活を送ってください、してください、うん、一番いいことはさ、やっぱり何か趣味、興味を持つことなのかもしれないね、そこに没頭できるから、集中できるから、他のことはあんまり手出さないとかということがあるかもしれない、ね、忙しくてね、趣味と仕事でもう一日終わるでしょ、終わるもう布団入ったら3秒で出るでしょ、もうケイちゃんなんて仕事仕事つむつむ仕事つむつむみたいな仕事やってないし頑張ってる私なりに危険ドラッグ持たない、もらわない、買わない、はい、使わない、触らない、うん、絶対にねタッチしない、はい、それが一番大事ですからね、一応手を出せば、破滅の泥沼へ、やめましょう、はい、危険ドラッグ遠ざけましょうね、もう最近そういったニュースとかも増えてるわけだから、そうですね、だからということは、知ってるじゃない、
ダメだよっていうことを知ってるのに、うん、そこにまたねわざわざ自分から飛び込んでいくっていうのは、うん、なんだろうね、うん、精神的にもう弱い、弱ってる時につけ込まれるかもしれない、うんね、うん、でもそういう時はそういう何か物に頼るとかっていうよりも誰かと喋る、うん、絶対いろいろあるのよ、うん、ストレスの解消法ってね、うんうん、ケイちゃんのストレス解消法は、うん、プッファー、プッファー。ワンコをなんかいじめる。最近犬を飼ってるって思った。え、か、あの、可愛がるって言って。いじめるって、可愛がるって言って。なんか餌とか置くでしょ。うん、待てとか教えて。最近できたのよ、待てが。すごい。うん、よとかよしのよって言って違う違うでしょ、まだよしって言ってないでしょみたいな、よって言ったらもう、うん、いく餌に食いつこうとするから、でもダメ。これがストレス解消法、動物虐待から。可愛がるって言って、可愛がるって言って、でも分かるわけだよね、うん、このよしっていう音を、そうそうそう、うん、待ってる、うん、よしを、えらいね、多分犬からしたら大変だぜよ。またこいつ付き合わないといけないよって。俺3回ぐらいこう、あの、待てって言われないといけないのかなとか思ってるわけよ、犬は。走るときも、よーい、どんと言ったら走りましょうみたいな感じで。そんな感じのもう。小学生か。いじめ、ほんとに。で、かわいがるって言って、ラジオで。はいはい、かわいがってます。いじめって言わないんだよね。かわいがるって言って、ね。超利口になってます。すごいね。日に日に、やっぱりね、動物もね。ちゃんと教えるとあのちゃんとね教えられてるかもよ。あ、そうそうそう、私は教えてるけど、そうそうそう、あっちに教えられてる、教えられてる、教えられてる、犬なのに教えられてる、あれあれあれ、すいません、なんか面白かった今。よかった。何今の。はい、もう言いません。4回目からちょっとね、ね、昨日、うん、日食がありました。部分日食は、あ、ね、うん、見ました？いや見れないし、雨だし、あ、見れるわけないし、ね、これ見れたって言ったらなんかちょっといじろうかなと思って、ね、そこね、ごめんなさい。いや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 、ね、この、うん、なんだっけ、超部分日食よね。そうでもない。だ、あの沖縄が日本の中では、日本の中では沖縄が一番大きいんですよ。20%何とかって言ってたけれどもね。でインドネシアらへんが皆既日食になったっていうことで。うん、あ、全部っていうこと？そう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 。あの隠れて。なんかリング。そう、か金環、あ、か金、金環食？うん。うん、に、うん、なるんですよ。はい。沖縄では、0.335 が食になったけど、残念ながらね、大雨になってしまって、あの時間帯ピークが10時29分くらいで、もう大雨に雷でさ、何なんだって感じだったけど、本当よね、久しぶりに観測できるかなと思ったけどね、すっかりカメラを忘れてしまって、まあもう雨だった、どうせ雨だし。ひでえ、ひでえ、どうせとかって。ニュースでさ、やってたのよ、小学生が、うん、廊下に出て見ましょうって。曇り空とこれ一緒に、真っ黒真っ黒って当たり前でしょって。後ろでなんかもう、誰かね、突っ込む人がいればいいのに。そこ、記者が、ね、うん、レポーターが突っ込むべきところだったかもね。じゃ、ちょっと技術が足りない、ね。ちょっとね。記者にダメ出しかいなんだこいつの。ね、さあ皆様からのリクエスト、はい、メッセージまだまだお待ちしておりますよ。ファックスの方は965-4868 965-4868、 そして E メールの方は 868@fmurma.com 868@fmurma.com まで皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。それではここで1曲お届けいたしましょう。野縁で夜空を待ちながら。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのメッセージお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 そして E メールの方は 868@fmurma.com 868@fmurma.com まで、どしどし送ってください。おい、メールは来てます？来てます。まるさんからいただきました。はい、ペイジングのお二人さん、こんばんは。こんばんはちょっと気持ち乗ってきてこんばんはそうだね、まるさん、はい、いつもありがとうございますキモ今日は朝から雨ですね。雨ですね。仕事も暇だったです。あ、今月からひげ生やしてみたけど、うん、うわ、おしゃれひげみたいな。お、誰からもデートの誘いがないなんでかな、なんでかな。リクエスト小林明子、小林、恋に落ちてフォーリンラブタイトル違ってる恋に落ちて待てだね。ね、はい。ひげ、ひげって生やしたことある？なんかさ、あのあれ、トゲが刺さってるみたいに取るのが好き。なんな、あー、なんかね、この、はいはいはい、指で触ってから、うんうんうん、大事に育ててるみたいな一本おかしいこれ抜くんでしょ、ピッ。そう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 、抜くの最高最高、トゲが取れたみたいな、なんか何たまにちょっとほらゴールデンウィークとか、うん、長い連休になった時に行って取る、あ、取る生やしてもらえるように取る、あれするわけ。やっぱりちょっと武将ひげからちょっとどこまでいけるかなって伸ばしてみるんだけど、うん、いいん、うん、でもやっぱり武将ひげだけではちょっとね、うん、やっぱちゃんともうちょっと伸ばして綺麗に切って、そうそう、整えたりとかしないといけないじゃない、うん、冬な、だから難しい難しい。で、うん、剃るのが、うん、綺麗に整えるのが大変じゃない、うん、切ったり、うん、剃ったりとかして、うん、できん、あのバッサーっていく、バッサーって剃ってる時にだー、もうしぶさーがーって、あー、分かる分かる。でもさ、仕事上、うん、生やしたらダメとかもあったりとかあるのかな。いや、特にうちの職場はない、ね、うん、今日ニュースになってましたね、うん、あ、そうなの。大阪の市営鉄道だったかな、うん、私鉄か何かでだから綺麗に伸ばして、うん、綺麗に形を整えてやればいいんでしょ、うん、そう、ね、礼儀っていうか見た目綺麗にするんだよ。そうそうそう、あの汚いヒゲだとちょっとね、おしゃれヒゲだったら許していいんじゃない、ね、まあ、ダメだったの結局。いや、あの裁判始めるっていうことで、うん、今日ニュースになってたのはそれなんですけれどもね、だけどやっぱりもう一個付け加えると、うん、やっぱり似合ってる似合ってないっていうのもあるじゃない。 あるね、うん、あんまり言いたくなかったみたいなあと誰かいるな、そこはね、なんか近くにうん、いつもなんか、あ、やっぱりあるね話男性の人は生やしたい人は、うん、もう絶対ダメ派とか、あー、生やしてみたいけど、うん、冬なだからダメな派、うん、僕は、うん、綺麗にね、うん、整えることができるんだったら簡単になんかあのお面ピンってつけたら、ね、すぐひげがポインってこう形ができるんだったら、うん、やる。なんかこの辺も伸ばしたらさ、これは何、伸び上げって伸びんって言うんじゃない、伸びん、あ、そうなの、あ、そうか、女性だからわからないんだ、顔が小さく見える、そう、あのひげの効果で、そう、この可愛くなるんでしょ、かわ、男が可愛くって言ったら何なの、なんかかっこよくなるだ、そうそうそう、かっこよく性感になったり、ね、見えたりするんだよね、凛々しいね、特に僕なんかちょっとね、ちょっと頬がね膨れてる人はちょっとねこう絞るとこう顔がでかいだけやみたいな、すいませんね、すいませんね、うん、すいませんねちょっとちっちゃく見えるから
シューってシューシューって真ん中にシューいやもうちょっと背があってね真ん中にシューって集まったのね、おこみちみたいにね、そうそう人生変わってるでももこみちは流行してないよね、もこみちは流行してないじゃんか、あの人は顔が小さいのよ元々ね、すいませんねなんで顔が小さいの話になってる、でかくてすいませんやっぱり、うん、自分ではなかなかわからないじゃないですか、自分で自分を見ることってあんまりないから、ね、ないね、あのどう見られてるんだろうみたいな、そうそうそう、で久しぶりに人と対比してみる、比べてみると、うん、自分のデカさがわかるね体デカって思ってねえ痩せよう縄跳び縄跳び、うん、やってる今日帰ったらやろうかな、なんか継続することが一番じゃない、そうそうそう何事も、うん、前も言ったかな、うん、家に入る前にあのドアのそばに置いといて、この何回か飛ばないと、例えば、はい、30回飛ばないと家に入れないっていう、うんうんうん、あのなんか洗脳じゃないけどね、ノルマを作って、そうそうそう作って、へいいんじゃないそれやってやってやってるよっていう話じゃない、やってこれで、ね、続きましたとかね言うのかなと思ったやってない、な想像でもう満足、あるでしょお腹いっぱいになったから満足してるみたいな、想像でお腹満足、ま、あお腹いっぱいになるのね、ダメね私、うん私たちねもうちょっと何かの形で頑張らんといけないかもしれない、するより産むがやっていうことちょっと違うなこれはなんか違うね、雨のせいだろうね、うん、きっとなんかうんしるの上手よね逃げるのいやそこはねそこはね、うん、ちょっとね常に、うん、誰かを後ろに置いといて、結局よリバウンドするからもう分かってるわけ自分、いや頑張るときはまた頑張るわけよ、でもやっぱり戻る、あダメね、ずっと継続でもいいんじゃない、無理だったのかな、そうそういうことですよ、ねね、そういうことですよ、だから無理しない程度で頑張って、うんうんうん、痩せました的なご褒美を自分に与えるっていう、その喜び一瞬でも喜びがあると多分ね脳は活性化するはず、もぎなんとかかよあほらもうケイちゃんのこう脳が活性化するのはほら目の前にあるビールオリオンスタイルね、うん、そういうのもやっぱご褒美とかって必要なんだよね、だからちょっとリバウンドしてもいいかなって思う、うん、だからまた次頑張ってもうちょっと一段階体重を落としていくとかって、ね言う前にやれよって感じだ ね、すいません頑張ります、継続とかも問題じゃない、やってもいないのにねその前に始まってないからそうそうそう何もしてないのに継続の話かいみたいなねえ、いい曲をお届けしましょう斉藤由貴で卒業、
ペイジングウェザー、気になる明日そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄地方は前線や湿った空気の影響で曇りや雨となっています。今夜は沖縄地方では前線や湿った空気の影響により曇りや雨で、沖縄本島地方と先島諸島は荒れた天気となる見込みです。明日は沖縄地方では湿った空気の影響により午前中を中心に雨が降るでしょう。午後は曇りとなる見込みです。沖縄本島地方と先島諸島では初め荒れた天気となるでしょう。沖縄本島地方と八重山地方では明日明け方まで、宮古島地方では明日昼前までは北の風が強く吹く見込みです。陸上海上とも強風に注意してください。沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い、沖縄本島地方と先島諸島ではしけています。大東島地方では波が高く、今夜遅くから3メートルとさらに波が高まるでしょう。海岸や 海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に十分注意してください。お天気です。本島中南部、今夜は北の風強く雨でしょう。明日は北の風強く、後やや強く雨、昼前から曇るでしょう。那覇での朝の最低気温は14度、日中の最高気温は17度の見込みです。今日より冷えるんですか？少し冷えますね、はい、で午前中まではちょっと荒れた天気になるということで、うん、はい、しっかりとお出かけするときは、はい、着込むなり、なんか対策してくださいね、はい、そして週末なんですけれども、はい、今週末いろいろありますよね。冷やも今週末じゃなかった？冷や闘牛の、あ牛、ね、土曜日は晴れ時々曇りとまずまずのお天気なんですが、うん、日曜日が曇りのち雨ってなってるんですよ。降らないでほしい、ね、降らないでほしい。一応石川ドームはね、うん、屋根付きなのでいいんだけれども、ね、降ったら嫌じゃないですか、うん、雨降らないでお願いだから、降らないようにお願いしますけいちゃん、はい、よろしくお願いします。以上ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月は畑基博さんの最新アルバム青の光景からお送りしております。今晩はこの曲をお届けいたしましょう。畑基博で水彩の月。
畑基博さんで水彩の月をお届けいたしました。今月は畑基博さんの最新アルバム、はい、12月16日に発売されました、うん、青の光景からお届けいたします、はい、なかなかしっとりとした曲から ね、そうそうそう、ちょっとアップテンポの曲まで全部ありますので、ね、ぜひ皆さん聴いてみてください、はい。サラリーマン川柳の今投票受付中で、もうだいぶ前、2月18日中旬から始まってたと思うんですけれども、この番組で話しようと思ってずっと思ってるんだけど、なかなか話ができてなくてですね、また飲み会、電話の声は嬉しそうとかさ、課長またあれあれ詐欺のような指示何欲しい、そうそう、あれあれ沖縄だったらありありだね、何欲しい、ママの取説、子が真顔って、子供が真顔で、ママの取説が欲しいって扱いにくいと思われてる。あ、なるほどね辞書にない、難読難解、生徒の名、キラキラネームのことです。サラリーマン川柳、またね、大賞が決まりましたら、紹介したいと思います。これいいよ。これいいよ。大賞決まってないんだ、まだ。今投票中です。あ、そうなんだ。はい、これいいですよ、うん。スポーツのルール知らずにブーム乗る。ラグビーでしょう。で、これドキッとくるよ、うん。コンビニでカツ丼どら焼きお茶特報。世相は飲んどきはね、ねえ、なんか安心かみたいな。そう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 。さあ、高校野球ですけれども、春の選抜高校野球、はい、明日抽選会です。組み合わせ抽選になります。お、はい、ぜひ注目したいと思いますね、はいはい、楽しみですよね。どこで出たって言うなよ、うん、来週この話しましょうね、はいさあ、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました。今週もたくさんのリクエストメッセージありがとうございます。ありがとうございます。この後はイングレスジャービスレディオでお楽しみください。さて、そろそろ本を閉じる、あ、はい、今日のこのひとときを忘れないために昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう、はい、挟みましょう。何ページング868、え、挟めないんだったら挟むなよ、挟んで、本当よね、ページング868来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。相手は私ブンちゃんと、あ、はい、でした、ケイさんでした。それでは皆さん、また来週、いやー、つむつむが大変なことになってね